はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。今回は前回札幌記念、勝ちましたので、G1 初制覇といきたいと思いますが、何出すかですね。菊花賞って出られんの？コバじゃないの？なのでエリゼオかな。エリゼオ出したいな。まあまずは手軽にっていう感じですよね。2000m になると結構ギリギリ厳しいような気はするんですよね。そういえば、ベスト馬体重はいくらだろう。476kg。今482kg なので、まずまずですね。一気に減らさないといけません。人参か、これでいきましょう。いい感じですね。疲れが心配ですがね。そういえば、何もないじゃん。いい感じですね。電動馬を狙います。私は差し馬が好きですね。本当？ワクワクするレース展開じゃありませんか？確かに。あ、そうか、これオス馬だから出会えないんだ。メルボルンカップギリギリいけますね。福永騎手。どうでしょう。人参か。何かご用でしょうか。馬体重の挑戦文句なし。メルボルンカップ早速行ってみましょう。G1 初めて取りたいな。3番人気か。3番人気か、厳しいな。ただいまより投票受付を開始します。距離が持つかな。長距離戦は取りに行きたいですけどね。メルボルンカップ片野スターレット、6枠7番です。19世紀半ばに創設された南半球最大のレース、なんとメルボルンカップ、いよいよスタートです。スタートを切りました。12頭、ちょっと出遅れたんでしょうか。8番プーショットザガーマン、ダッシュがつきません。8番が出遅れた。先行するのは何か。片野スターレット先頭、6番アワーイマンホー、それから離されまして4番レッドカドー、そのうちにクライテリオン、プリンスオブテンタンス、フリーポートラックスが並んでいっています。そして1番人気のウェイブゲームうまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろから5番トリップジュパリス、外から1頭10番マックスダイナマイト、それからスノースカイ、そのうちからは8番プーショットザガーマン、そしてしんがりからトゥルーストーリーであります。もう一度前の方でありますが、依然先頭7番カタノスカーレットであります。アワーイバンホー、前での競馬レッドカドーとマッセ騎手、内から1頭クライテリオン、その外からはプリンスオブテンタンス、白い帽子にご注目ください。これが1番人気のウェイブゲーム、そして外からはフリーポートラックス、それからトリップチュパリス、その外10番マックスダイナマイト、11番スノースカイ、そのうちプーショットザガーマン、そしてしんがりから2番トゥルーストーリーという展開です。
前でありますが前、先頭は依然として7番カタノスカーレット、これを追って6番アワーイバンホーであります。レッド稼働クライテリオンがその後ろ、その外に12番プリンスオブペンダンス、そしてそのうちに1番ウェイブゲーム、9番プリーポートラックスがこれを見るようにしていっています。5番トリップチュパリス、もう1頭マックスダイナマイト、そしてその後ろからスノースカイ、内を通りまして8番プーショットザバーマン、2番黒い馬体トゥルーストーリーであります。先頭の方はどうなっているか、カタノスカーレットがレースを引っ張るようになりました。そして2番手にアワーイバンホーであります。前前での競馬レッド稼働とマッセキシュ、その後ろでやりましょうか。3番クライテリオン、そしてその外に12番プリンスオブペンタンス、内を通ってスルスルとプリーポートラックスが上がっていきました。1番ウェイブゲーム、どのように差を詰めていくか。さあフレミントン競馬場は大歓声であります。先頭行くのは7番パタノスカーレットプリーポートラックス、先頭に立った、さらに外ワックスダイナマイトか、3番手にワックスダイナマイト、先頭バルザローダとプリーポートラックス、トゥーショットザバーマンも差を詰めてきている。トゥーショットザバーマンが差を詰めてきた、かわしたかわした、リムゲーム1馬身リード、リムゲーム先頭、勝ったのはリムゲームだ、あとは写真です。次は頑張りましょう。一着1番2着、レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいですね。いい感じですね。もう僕今あたりかな、でも堅実な走りを見せないといけません。ご存知ですか？馬券ですか？結局丸がいっぱいついてるのを買うのが一番ですね。ちょっとローテ見てみましょう。3週後に有馬記念があります。香港バーズ、他となると東京大賞典あたりだけど、やっぱり走るレースは有馬記念になってしまうのかな。まあ前に行く馬有利ですから、ちょっとはチャンス出てくるかもしれませんよね。ベスト馬体重は476キロままです。気合十分ですね。いい感じですね。4月3週です。そういえば、いいですね。勝負根性をアップさせます。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。これで476キロになるはずだ。今週はレースがあります。ベスト馬体重は476キロまま。気合十分ですね。いい感じですね。何かこれで状態がいい状態で出せそうです。14周あと450枚で3000枚は行って殿堂入りはできるんですけどね。
番人気か。これも3番人気。ただいまより投票受付を開始します。2番が1つついてます。ゴールドシップリアファルだと戦うことになりますね。これがゴールドシップリアファルです。それからラブリーデーもいますね。この辺りと戦います。いつも戦ったメンバーです。いい入着を期待したいということで有馬記念です。カタノスカーレット、1年を締めくくるグランプリレース有馬記念、果たして今年最後の栄光はどの馬に輝きますか。今あなたの、そして私の夢が走っています。あなたの夢はゴールドシップか、それともラブリーデーか。果たして先頭に行くのは6番北サンブラック、すんなりと先頭に立つことができるかどうか。リアファルがかわしていきました。ちょっと離されまして11番ワンアンドオンリー、そのうちに1番ラストインパクト、外を通ってカタノスカーレット、それからゴールドアクタールージュバック、内を通って7番ラブリーデイ、サウンズオブアースが上がってまいりました。そしてその後ろから5番アドマイアデウス、アルコアート、ゴールドシップはしんがりから行っております。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと4番リアファルがレースを引っ張るようになりました。北サンブラック、その外ワンアンドオンリー、ばらけたレース展開であります。内を通りまして1番ラストインパクト、それからもう1頭カタノスカーレット、そして6番手にゴールドアクターであります。それから12番ルージュバック、その後ろでやりましょうか。9番サウンズオブアース、第2コーナーから向こう流し、ラブリーデイがそのうちにいます。外から1頭5番アドマイアデウス、アルバート、8番ゴールドシップ、緑の帽子が馬込みで入れています。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭は依然としてリアファル、それから離されまして6番北サンブラック、前での競馬ワンアンドオンリーと浜中騎手、内から1頭1番ラストインパクト、外を通りましてカタノスカーレット、そして6番手に3番ゴールドアスカー、ご覧のように一番すごい競馬になっていよいよ直線。先頭行く青い帽子はリアファル、ゴールドシップが差を詰めてきた、ゴールドシップも追い込んできた、先頭ルメールとリアファル、外からゴールドシップ、8番ゴールドシップが来ている、ゴールドシップ先頭に立った、サウンドオブアース懸命に追う、先頭内田博之とゴールドシップ、1着ゴールドシップ。正直厳しいんじゃないかな。1着8番、敵距離なんだけど、6番3着。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいですね。いい感じですね。放牧するしかないでしょう。競馬になっちゃってますね。気がつけば。ご存知ですか？はい、ということで肩のスカーレット、メルボルンカップ有馬記念出しましたが、残念ながらレンには絡めませんでした。もう G2 以下で堅実にやっていこうと思います。ということでご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。